はい、これはね、普通の、飲み物かと思いきやですね、これちょっと普段の飲み物だとだいたい240円か30円ぐらいなので、これだとちょっと高いんですよ。270円ぐらいいっちゃうかな。でそこから高いやつだと340円ぐらいするんですよね。で普通の飲み物と違うのはここゼリーって書いてあるんですよ。でオレンジジュースかと思いきやオレンジゼリーなんですよ。で家族みんなで楽しめて定番の味でたっぷり食べられて嬉しい大容量って言うんですね。ただちょっとこれ価格的にどうなのかなと。7人分で 1kg って書いてあるんだけど、ここにね。でも、まあ、なんていうの、こういう風になっていて、こういう風なことができますよ、というような形で、要は牛乳パックみたいなものに入っていて、こういう風に固まってるんですよね。でもこれだったら多分、この、なんていうのかな、おそらく、その、借金とかで、まあ、売ってるゼリーがあるじゃないですか。で、そういう、まあ、何も借金だけじゃなくてもいいんだけど、そういった200円かちょいっとぐらいで売ってるようなゼリーの粉を買ってきて、それを入れて、オレンジジュースに入れて、で、こういう容器に入れて固めた方が、まあ、時間はかかるけども、まあ、そっちの方がお得なんじゃないかという気持ちもするんですよね。これを買ってきて、これは業務用のスーパーっていうところで売ってたんですけど、まあ、業務用で7、8分も食べられますから、それが、ね、240円ぐらいから330円ぐらいまでだから、まあお得ですよみたいな感じで売ってたんだけど、お得じゃないだろうというツッコミがちょっとあるような感じがするんですね。それだったら100円、まあ少なくても100円でも売ってるからね、ゼリーって。でそういったものを買ってきて粉入れて飲み物入れてそれを固まらせた方が、まあその方がかえってね、安上がりじゃないかなと思うんですよ。でそれで大体どのくらいかって言うと1kg には満たないかも。でもそれでも100円だとどうだろうね、100均のやつだと 1kg になるかもわかんないけど、ただまあそういったものの方がいいような気もするんですよね。だからどうなんだろうなと正直言って、こういう商品はまあ思うところはありますよね。だからまあこれちょっと食べてみたいと思うんですがね、これ固まってる。まあ味わいとしては、確かにゼリーになってる。で、オレンジの味だね。で、これ時間が経つと、飲み物になっちゃうんで、らしくて。で、また冷蔵庫に入れるとまた固まるらしいんだけど、まあ、これで240円。ちょっと微妙なところかなと思うんだよね。いくら正直業務用ですからって言われても、しかもその業務用スーパーって現金じゃないとダメだったんですね。そこはスーパーとしてダメだろうと思うんですよ。今の時代にそのクレジットが使えないとかさ、ペイペイとかそういったものが使えないですよと。なんていうの、クレジットとか使えないんで、現金だけでお願いしますっていうのは、ちょっと今の時代には合わないだろうっていう。これからますますそういう現金だけのお店ってのやっていけなくなってくると思うんでね。みんなやっぱりクレジットなり、まあすぐね、引き落とせるお金の同じクレジットでもそういうのが2種類あるんだよね。だからそういったものの方がいいだろうと思うんですよね。だけどそれなんでやらないかっていうと、要はクレジットとかやると手数料っていうのがクレジット会社が会社に差し引かれるんですよ。んでその手数料が高いらしいんですよね。だいたい一つあたり300円か500円ぐらいかな、一回あたり取られるらしいんですよ。だから手数料が高いからとは言ってるんだけど、だけどそれってあんまりそんなに問題にならないんじゃないかと思うんですよね。
要するにそれは店の規模が小さいって仮にしても、まあ明らかにその現金より今クレジット化になってきてるから、キャッシュレスに。でそうするとそういうお客さんの方が圧倒的に便利ですし使いやすいと思うんですよね。で多分若者で現金だけ払ってやっていますって若者はめちゃくちゃ少ないと思うので、まあそれを考えたらね、多少手数料が高いなんて言ってるけど高いに値しないんじゃないかなって気もするんですよ。要するにそれだけお客さんの利用してくれるお客さんの数を要は増やせばいいだけの話ですから。だからそうするとそのね、現金化なんてそんな古臭いねやり方をするのはもう店としては死活問題だなと思います、ある意味ね。だからそういったところよりはそういう現金化のスーパーってのはやめた方がいいかなと思うんですよね。まあそれは業務用だからそのなんていうの、一般のスーパーでも安く仕入れられるってところはいいんだけど、だから現金じゃないとダメですよって、今更そんなやり方、古臭いやり方ないだろうというふうには思う。それはやっぱり会社の社長の考え方が甘ちょろいというか、としか思えないんですよね。先行きが読めないというか。だからそれはちょっと正直と思いますけども、ただまあこれはちょっとオレンジゼリーとして、昇進としてはどうなんだろうね、この会社としては。それぐらいだったら普通に粉を買ってきて、飲み物を買ってきて、そうすれば別々で確かにお金はかかるけども、でもそっちの方が安上がりじゃないかなって気もするんですよね。わざわざゼリーを買ってくるよりは作ってきた方が。まあこれはそうだね、商品としてはあんまり良い風でもないかなと。ただまあ味わいとしてはね、さっぱりとしていい味だなと思うけど、ただどうだろう、作るとなった時にわざわざそこまでする必要あるかなというのはあります。ただこう夏場の時でやっぱりゼリーっていうのはね、こうしんやりするし冷たいので、まあ飲み物として飲むというよりはゼリーの方がちょっと涼しいかなという感じです。ただ要はこれはオレンジジュースを固めましたっていう風な、ゼラチン入れて固めたっていう、もう要は言ってみればそれだけの違いでしかないから、まあそれぐらいだってんだったら普通のもっと安い98円とか120、30円、いって高くて200円ぐらいいってるぐらいなものの方がいいんじゃないかなと思う。だからこれはあまりちょっとおすすめはそんなにできないかな。もちろんこれがゼリーでももっとちっちゃいやつとかだったらいいかもしれないけど、この大容量が入っててこれで200いくらですよ、230、40円ですよって言われてもどうだろうね。でこれいつも残ってるんですよ、これたくさん。だから、それを考えるとこれは明らかに言ってる側が失敗をしてるんだろうなっていうところはあるかなっていうところですね。ただこう味としては悪くはないです。味としては美味しいかなと。ただ7、8人分でから 大家族でもう食べられますよというふうに宣伝はしてるんだけど、でもそんなことするぐらいだったら主婦の人の方が賢いと思うので、ゼリーを作ってで一気に固めてしまうっていう方の方がいいかなというところですね。どうもありがとうございます。